待たせ、かなでちゃんの番だよ。はい。よく降りますね。だね。かなでちゃん？あのバカ！ちょっ！ん？どうしましたか？中川さん、大前さん。今はオーディションの時間ですが。久石さんは体調が悪いみたいなので、オーディションは後回しにしてもらっていいですか？は？何勝手なこと言ってるんです。私体調なんて悪くないです。私は副部長として久石さんのオーディションを中断すべきだと考えます。今の演奏は彼女の実力とかけ離れています。いません。何を勝手に。久石さん。はい。わかりました。久石さんのオーディションはパーカッションの後に行います。いいですね。はい、ありがとうございます。何ですか、先輩二人がかりでリンチですか。私あんたに嫌われてるんだと思ってた。正直言って嫌いですね。申し訳ありません。じゃあなんで手を抜いた。別に抜いてませんよ。本気を出したら私よりも上手くなる。だからわざと下手に吹いた。それがどれだけ失礼か分かってる。自意識過剰なんじゃないですか。聞いてれば分かるよ。言っとくけど、次同じようなことしたら私はオーディション辞退するから。え、当たり前でしょ。こんな舐めた真似されてコンクールメンバー譲ってもらっても嬉しいわけがない。だから言ってるじゃないですか、譲ってなんか。じゃあ何なの。私はあんたの本音が聞きたい。本音？そんなのあなたが3年生だからですよ。下手な先輩は存在自体が罪ですよ。本人が気にしなくても周りは気にします。誰がいつそんなこと。言葉にしないだけでみんな思ってますよ。中川先輩に出てほしい。真面目に部活やって副部長まで頑張っているのに、一度もコンクールに出たことのないあなたに。そこで私が中川先輩を差し置いて出たら、みんながどう思うかって話ですよ。私は敵を作りたくない。これは私自身の身を守るためです。勝手に人を決めつけるな。この北宇治にそんな風に考える奴はいない。ほら、オーディションに戻るよ。いいですよ、私は終わりましたので。滝先生と約束したんだから。いいですってば。夏希先輩、やめてくださいよ。もういいですよね。失礼します。奏、夏希先輩、私に行かせてください。